野崎チャンネル。こんにちは。こんにちは。さあ今日はですね、はい、ブチ切れられちゃったよっていう話です。そんなブチ切れられることあります？そんなないね。ないですよね。あの生きてて、うん、特に大人になってからは、うん、そんなに、まあ、夫婦間とかだったらあるかもわかんないけども、奥さんに切れられるとかとかは多分あるかもわかんないけども、はい、まあ、あと会社とかではね、うん、あるかもわかんないけど、はい、なかなかないけども。そうですね、はい、今あんまり声張り上げて怒る人もなかなかいないですね。そうそうそう、うん、だから今日はですね、このブチ切れられた話っていう、はい、あるんですね。で、一つ目、はい、テレビ番組で街ブラロケみたいなやつをね、はい、で行って、これもちろん放送されてないのよ、はい、このブチ切れられた話っていうのがあって、うん、で、まあ、街ブラで、はい、じゃあこう歩いていって、うん、そのアポなし取材なわけ、はい、お店とかよくあるじゃんね、うんうん、テレビでみんなに見てる人はすごい良心的で、うん、すごい話聞けたり、うん、お店の人とか、うん、すごいいいことがあるね、うん、ところが放映されてるけど、はい、それ全部が全部放送されてないわけ、はい、その中で行った時にね、うん、佐々木さん、ここのお店行ってくださいって言って、はい、え、言ってんの、なんかって、うん、いや何も言ってないです、うんうん、え、ガチで、はい、店もなんかその駄菓子屋みたいな、なんか商店チックな地方のね、はい、うん、ところで、でも暗かったの、うん、赤々してるわけじゃないよ、はい、薄暗くて、うん、で奥の小上がりみたいなところに電気だけがついてるのよ、はい、ぶら下がりの、うん、はい、いや雰囲気悪いっすよ、うん、そもそもやってますお店みたいな、うんうん、いやここじゃなくてもいいんじゃないですか、いや佐々木さん大丈夫です大丈夫ですって、うん、いやでもちょっと雰囲気悪いですよ、ちょっと、はい、明らかに見た感じ。うんうん、いや大丈夫ですよ、さすがに、ちょっと声だけかけてみてくださいって、うん、まあじゃあ行きましょうかって、うんうん、ガラガラガラって、はい、ガラスの汚れ開ける塔みたいなの、うん、ガラガラって、すいません、何々っていう放送局のなんとかっていう番組ですけども、今あのこの街をブラブラしながら、うん、あのお店を紹介させていただくっていうところなんですけども、あのお話伺ってもよろしいでしょうか。はい、結構丁寧に言ってますね、はい、うん、というところ で奥に来て、はい、立ち上がって、あ、こんにちは、すいません、でもう一回言って、うん、ボソ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 言ってもう聞き取れない、うん、はい、あ、あの何度もう一回言ってで、何度お前らに見せなきゃいけないんやーっつって、出て行けよ、あ、すいません、ありがとうございます、ほら言ったやん、雰囲気悪いってぶち切れられてるやん、いや佐々木さんダメでしたね、いやだから俺言ったやんみたいな。え、何屋さんなんですか。いやなんか駄菓子屋みたいな、なんか商店みたいな、あるじゃん、なんか地方に行ったら、うん、何でも屋さんみたいな、そう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 、うんうん、ところで、はい、ぶち切れられるっていう、大人になってよ、引退しての話だからで、そうですね、だいぶいい年になってからぶち切れられたね。で、うん、もう一回、はい、同じ番組で、はい、違う回行った時に、はい、お寺、うん、っていうかそこのね、あのところで、あの俺の地元を紹介みたいな感じ で、うんうんうん、でここ子供の時よく遊んでたんですよ、うん、みたいな感じ で、はい、でここの階段登ったり、ここから風景見たり、こういったところでかくれんぼしたりとか、うん、なんか木登りしたとか、はい、遊んだんですよみたいな、うん、そうなんですねって言って、うん、はい、で、あ、ちょっとじゃあ雑感取るんで、うん、待っといてもらっていいですかって時に、はい、座って待ってたの、はい、話しながら、うん、そしたらお前らにやっとってこらーちょっと、怒号が静かな街なのに、はい、怒号が、うん、いきなりで、俺らこれ待ってたのに、え、お前ら何許可取って何のかんだかってんじゃーっつって、はい、ぶち切られてんだよ、スタッフが、はい、で、超でっかい声で怒られながら、うん、俺らかな、はい、でも、地元だようんうんうん、え、そんな人だったっけなみたいな、うん、ここの子供の時から夏祭りとかあったりとか、はい、めっちゃ来ててよ、うん、みたいな、めっちゃブチ切られて、うん、でその人帰っていきました、はい、でスタッフ来ました、うん、え、怒られてましたって、はい、え、どうしたんですかって、いや許可もなく、え、許可取ってないんですかはい、そうですね、許可なくなんで勝手に撮ってんだってことですね、はい、うん、かも、はい、なんか前にどっか違うとこの放送局でなんかいざこざあったらしくて、うん、その後だっただけにちょっと敏感になってたらしくて、はい、で、へー、もう聞いたことない怒号が飛んでた、へー、俺はちょっとだけ離れたところの椅子で座ってたから、はいはい、でも怒られてるところも見えなかったけど、うん、もう静かな街なのに、はい、一気に怒号、へー、もちろん両方カットです。そうですね
そうね、スタッフ怒られてるとか映ってないですよね。だってあるでしょ、町村あるでしょ、町村経験、だって本当に、ね、うん、まあもちろんね、うん、アポ取っていくところもあるけども、はい、本当にガチなところもあるじゃん、はい。私も町村ロケって仙台、宮城県ではずっとやってましたけど、うん、あれですよ、基本的に初めていきなり行った体でも結構許可とは取ってたりする、うんうん、俺らだけにね、なんか出演者には知らせられないで、うん、裏では結んでますみたいな話通しますみたいな、そう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 、のはやっぱりあるので、うん、でも なかったですね。本当にガチ、うーん、本当にガチなんだなと思いながら行って、まあそうですね、ぶち切れられるっていう、うん、しかも地元で、そうこれぐらいの時からの地元じゃんみたいな、うん、そうですね、うん、あれはマジきつかったよ本当。いや、やっぱそこちょっとあれですね、もちろんぶっつけっていうのも楽しいですけど、うん、ちょっと許可ぐらい取ってほしいですよね。そう、取ってほしかったね、うん、なんかあの俺がのせいじゃないのに俺が悪いイメージみたいなね、そうですよね、ところもあるけど、スケジュールもその方がうまく進みますね、そう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 、うん、で続いてはね、はい、大学時代っていう、うん、大学時代、はい、まあ、これ怒られても仕方ないんだけど、はい、俺めっちゃ調子悪くて、うん、俺が3年生の時かな、うん、夏のオープン戦の時期に秋のリーグ戦前に、うん、俺めっちゃ調子悪くて、はい、で試合だったのね、うん、オープン戦だったけど午前中にメンバー外の選手が練習すると、はい、だからメンバーの人は朝から行かなくてもいい、ね、うんうん、でメンバーの人は試合に向けてその後の練習入って試合入るっていうところで、はい、で俺調子悪かったから監督に、はい、あの朝から出てメンバー外の練習から出ろって言われてて、はい、でも監督グラウンドから1時間以上のところで住んでるから、はい、そんなの朝7時とか8時とかから練習だったから、うん、そんな早く来ないから絶対ぐらい行かなくていい行かなくていいって俺寝てたの、はい、寮で、はい、あと行かないで、はい、そしたら、うん、マネージャーが寝てる時に、うん、佐々木さん佐々木さん監督が佐々木どこにいるんだって言ってますって言って、はい、だって俺練習に行ったことになってんだから、うん、寮にいないんだから、はい、あのいないって言っといてって言って、うん、言ったらでもう一回来て、あ、なんか監督グラウンドにいるみたいです絶対寮のどこかにいるから探せって言ってますみたいなじゃあ分かったと、お前のせいになるから佐々木いたって電話しろと、でも部屋行った時には俺がいなかったっていうことにしろ、あ、なるほど、で俺トイレ行ってたことにするからって言って、うん、で監督が今すぐ寮に来るから待っとけって言ってます怖い、はいはいはいみたいな、うんうん、もう俺もだいぶこれになってるからね、はい、はいはいみたいな、うん、で帰ってきて、はい、で監督して呼ばれて、うん、ぶち切られて、はい、あれはちゃんと監督かなっつって、はい、もうお前メンバーかなっつって言われて、はい、でそっから当分メンバーから外されて、本当に外されたんですか、もうラッキーっつってどうせ俺がいないと勝てないんだから、はい、でだから2軍の試合とか行ってたの、へクラブチームとかと、はい、でそこで楽しく試合して、うん、はい、でもまあどうせ試合勝てなくなってたら俺は言われんだろうなみたいな、うん、どうせ俺いなくてリーグ戦とかいけないんだよな、ちっ、はい、だから俺青学とも、はい、その時オープン戦入ってたのよ、はい、で俺青学と一回もオープン戦したことないんだよ、で公式戦はね、はい、トートとしたって分かれてるから、はい、その時青学とオープン戦入って、はい、青学はどんなもんなんだろうなちょっと一発かましたのかぐらい思ってたけど、はい、メンバーから外れていけなかったそれでで、あの残留して2軍の選手と一緒にその時相模原クラブっていうクラブチームがあったんだけど、そことオープン戦あってそっちで試合出てガンガン活躍して楽しい、それをなんかしょんぼりしてないところが佐藤さんらしいですよね普通監督に怒られてメンバー外されたらどうしよう俺やっちまったなってなりますけどね、だっていずれまだちょっとぐらい経ったらメンバー入ってたの、うん、まあまあそうですけど、そんなに実力があるってことですけどでもブチ切られてたよ何やってんだお前、荷物まとめてもう帰れっつって、本当に荷物まとめて帰ろうとしてたからそれで帰ろうとできるところがさすがですよ、で立場危うかったらどうしようどうしようってなりますからね、うん、でもあの立場危うかったら練習行ってるって、そうです確かにそう、そっからそうですねあれも相当ぶち切られたね、うん、あ、そうですね、うん、あとね、はい、あ、もうまだぶち切られた話あるけど、はい、まだ次回にするわ、あ、ま、俺プロでもブチ切られた話あるから、結構ブチ切られてますね、うん、いや多くの人は、はい、なんかレギュラーになってから変わってきたとかっていう人いるんだけど、はい、俺もともとこうなのよそうなんですね浜さんもあるんでしょブチ切られた、じゃあ次回話しますよ、え？次回ですか、じゃあ次回、じゃあ次回にしましょうか、いいですか次回で、うん、はい、じゃあ袴田さんのブチ切られた話は、はい、パート2で、はい、何時ぐらいに来てみたいなこと言われたと、うん、多分10分ぐらい遅れて行ったんですよ、うんうん、並べって言って仕事舐めたんじゃねえみたいに言われて、うん、隣のマンションの人が泥棒が入ってるっていう、うわー、はい、通報したんですよ、うん、で警察がいっぱい来て問題になったんだよ、はい